はい、どうも、白熊先生です。今日話したいのはですね、日本ハムの中田翔選手が、同僚に対して暴力行為を行った件でですね、試合をですね、無期限出場停止になりましたよね。で、その後ですね、巨人に移籍してですね、そして巨人の試合にですね、すぐに出たっていうことからですね、今大きな話題になってるんですけども、それに関してですね、プロ野球好きのですね、芸人の有吉さんが自身のラジオ番組で、日本ハムだったりとか、中田翔だったりとか、あと巨人だったりとか、なんだったらこう、球界全体をですね、こう、皮肉ってですね、批判するということがあったんですね。今回の動画はですね、それの詳細、そしてですね、この有吉さんの批判というのは果たして正しいのか否かっていうですね、この辺に関していろいろ考えていきたいと思います。まずなんですけども、中田翔選手といえばですね、同僚に関する過度ないじりっていうんですか、言ってみたらですね、かなりですね、体育会系の子、小突いたりとかするですね、そういういじりをですね、先輩風吹かしてしてたんですけども、それがいろいろ発展してしまって、ついに暴力事件に発展し、その結果ですね、無期限し、出場停止というですね、相当重いですね、言ってみたらですね、その罰をね、受けたわけなんですね。なんて言ったって無期限ですからね、無期限。はい。で、そんな中で巨人がですね、言ってみたらね、手を差し伸べて移籍するってことになって大きな話題になったんですよね。そしてですね、移籍してもうすぐさま試合出たんですよ。で、その結果ですね、すごくそれが今美談みたいな感じになってるんですよね。はい。つまりその行き場のなくなってしまった、もう試合に出ることのなかった中田翔選手がですね、巨人に移籍して、そして試合に出た、なんていい話なんだ、巨人はさすがだ、巨人は手を差し伸べた、そして中田さんもすごく反省しているみたいな、なんていい話なんでしょうみたいな感じに今なってるんですね。で、それに関して有吉さんがズバーっとですね、言ってみたら批判を繰り返したんですね。はい。じゃあ有吉さんどんな批判をしたのかって話なんですけど、有吉さんはですね、サンデーナイトドリーマーっていうですね、ラジオ番組やってるんですね。で、僕もですね、このラジオ番組結構聞いたりするんですけど、有吉さんって昔ね、結構その毒舌と言いますか、はい。その、2回目のブレイクした時は、毒舌芸人みたいな感じですごかったじゃないですか。でもですね、昨今はですね、やっぱりテレビでも MC の仕事とかバンバンやるようになったんで、こう、昔に比べるとね、ちょっとこう、毒気が少なくなったのが特徴だと思うんですよね。でもですね、有吉さんこれ何がいいかっていうと、ラジオだとですね、割とまだね、毒気が強かったりするんですよね。結構ね、芸人さんで、テレビと違ってラジオはですね、こう、フリーな場っていうか、割と緩い場なんで、結構ですね、本音が出る部分があって、だからこそね、芸人好きだったりとかお笑い好きな人っていうのは、その芸人さんのラジオが好きだったりするんですけども、有吉さんもですね、まさにそのパターンで、テレビで見る有吉さんとは、やっぱりちょっと違った一面っていうんですか？やっぱりまだやっぱり毒気は抜けきってないんだな、みたいな。そういう部分がですね、ちょこちょこ出たりするんですよね。それが面白かったりするんですよ。はい。で、有吉さんはですね、じゃあ今回のニュースについて何て言ったのかっていうね、話なんですね。はい。まずは中田さんに対する批判と言いますか、皮肉を言い出しました。はい。このね、中田さんがですね、言ってみたらね、後輩に小突いて、いじり、ね、過度ないじりでですね、暴力事件を起こしたことに関してですね。はい。有吉さん曰く、まだやんちゃ治らないんだね。32歳だってよ。32歳で体育会系はちょっと乱暴だって言っても、今時なかなか見ないけどね、抜けきれないとか、番長的な要素が、ますます清原に似てくるもんねっていう風に苦笑いしてましたね。はい。つまり有吉さんからすると、いやいや、32歳にもなって何やってんのって話なんですよ。ね、ね、高校生とかでね、高校生、今の時代って僕思うんですけど、結構強豪校とか有名校だと、そのね、高校生とかでもそういう風に先輩から後輩に対するですね、過度なこう先輩風吹かしてですよ、なんか、そのいじりだったりとか、ね、蹴ったりとか殴ったりとか、そういうことがもう問題視される時代じゃないですか。はい。つまりその部内の中で先輩が後輩にですね、なんか教育的指導だとかね、お前たるんでるみたいな感じでぶん殴ったとしても、それが問題視されてですね、出場停止になっちゃったりするのが当たり前の時代になってきたりしましたよね。昔の時代はもっとぶん殴りまくってたんですけどね、先輩も後輩も。でもそれってまだね、精神的に未熟な高校生とかだったらまだね、多少なりともわかんなくもないですけども、言っても32歳ですからね。はい。32歳でまだやってんのかいっていうね。ちなみに中田さんってお子さんもいらっしゃるしますからね。子供いる親が何やってんだよと。はい。で、さらにですね、日ハムの対応、巨人の対応についてもこう言ってますね。日ハムで無期限停止みたいな、ことを言われてたんだよ。今シーズンは無理かなって思ってたじゃんと。俺らもと。ね。でも今年調子悪かったし、それぐらいでいいのかなって思っていたら、巨人行っていきなりその日から出まーすって、わかんないけど、ルールが。ね。やられた方の気持ちはあるだろうなというふうに首をかしげていたということですね。はい。ってことですね。でも確かにそうですね。有吉さんの言うこともわかりますよね。だってお前は無期限試合停止、無期限ね、出場停止だ。もう試合に出れないぞって言ってたやつがですよ。言ってたやつがほんの数日後ですよ。はい。この間の期間がめちゃくちゃ短いんですよね。無期限出場停止だって言われたのに、もう1週間、2週間くらいで巨人に移籍しますって言って、移籍した瞬間ね、もういきなり試合出てるっていうですね。もうね、わけわかんないっていうね。あれ、無期限出場停止って何だったの結局っていうね。
こんな簡単に巨人に移籍して、その日のうちからポン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 試合出れるんだったら、そもそもこの無期限出場停止にすらしなくてよかったんじゃないのっていう話なわけですよね。うん。だって実際問題、日本ハムっていうのは、その無期限出場停止にしなければいけないっていうくらいですね、今回の事態を重く受け止めたからこそしたわけですよね。にもかかわらず結局ですね、ほぼほぼそのね、罰がなかったみたいな、うん、感じになっちゃってますからね。はい。まあだから巨人もね、だから僕もそれ結構びっくりしたんですよ。僕は巨人が取るってなった時に、まあ、巨人の方でしっかり再教育してですよ。うん、そこ不良の部分だったとか、しっかり徹底的に一から鍛え直すのかな。そしてそういう部分で認められた後に、やっと試合の出場機会とかが2軍から増えていくのかな、なんていうふうに勝手に思ってたんですけど、巨人もですね、早速使うっていうね、うん、いや、構成もクソもなくてね、いきなり使っちゃうんだっていう、そこはね、僕も結構びっくりしましたね。うん。はい。で、ちなみにですね、その有吉さんはですね、これ芸能界といいますか、お笑い界とも絡めておっしゃってたんですけどもね、例えば TKO 木下さんだったりとか、まあ言ってみたらですね、宮迫さんとかね、闇営業したりとか、後輩にペットボトル投げたりとかして、いろいろ問題があったじゃないですか、ね。で、その結果テレビとか出れなくなりましたけど、あいつらっていうか彼らって中田翔システムだったらね、すぐさまね、事務所移籍すれば、そのままテレビ出れたんってことになっちゃうからね、みたいな感じで皮肉たっぷり言ってましたね。はい。だから宮迫さんも闇営業問題で吉本で辞めた後に、揉めた後に、辞めてすぐさまね、揉めた瞬間にすぐさま辞めて、その有吉さんがね、在籍してるですね、太田プロとかに所属すれば、普通にテレビ出れたってことだもんね、みたいな感じで、うん。まあ、この辺をだから有吉さん、皮肉たっぷりにね、言ってるんですよ。うん。まあ、つまり有吉さんからすると、こんだけね、その球界、ね、プロ野球界が緩いんだったら、ね、日本の芸能界もこれくらいね、同じくらい緩くしてくれていいのにね、っていうですね、そういうこう皮肉的な感じで言ってたっていう感じなんですね。はい。というのがですね、有吉さんの意見となっています。うん。じゃあ、こっから何が見えてくるかっていう話なんですけども、はい。いや、僕はですね、これをやっぱり美談にするのは危険だなっていうふうに思いました。はい。では、なんでかっていうとですね、皆さん、謹慎っていうのはなぜあるのかっていう話なんですよね。はい。例えば、ね、なんですけども、高校生とかでもなんかやらかしてしまったら、定額とかあるじゃないですか。ね。自宅謹慎だとかありますよね。あと公務員とかでもですね、停職何ヶ月とかあったりするじゃないですか。ね。で、なんであれって停職させるのかっていうと、一言で言うと反省させるためなんですね。反省させるため。はい。だから例えば公務員の停職っていうのも、停職期間中はですね、働いちゃいけないんですよね。別にその間その収入がないわけじゃないですか。ね。じゃあ別の仕事をしないといけないと思うんですけど、それも基本的にはしちゃダメなんですよね。基本的には家にいて、あなたは悪いことをしたんだからちゃんと家で反省しなさいよというですね、反省を促すためにあるのがこの停職なんですよね。うん。なんですよ、基本的に。まあ、実際問題は公務員の方でですね、悪いことして停職したにもかかわらず、その間にですね、旅行とか行きまくって、それを Facebook にアップしててですね、それがですね、教育委員会にバレてですね、さらなるですね、そのね、罰を受けたっていうパターンもあるんですよね。お前何のために停職にしたのか分かってんのかっていう、そういう話になっちゃいますから。うん。だからそれと一緒で、いわゆるそのね、野球においての謹慎っていうのもそうで、謹慎っていうのは、お前反省しろよと。ね、そのために、お前を反省させるために、お前を変えるために変わってほしいから謹慎するんだよと。それは謹慎なわけなんですよね。にもかかわらず、結果そして中田翔選手の謹慎期間ってマジで1週間とか2週間くらいじゃないですか。うん。それってそれって反省するのって話なんですよ。うん。中田さんって本当にそれで変わるのっていう話なんですよね。うん。でしかも何が怖いかっていうと、それを美談にしちゃってるっていう点ですよね。美談にしてる。うん。例えばこれがですよ。これが日本ハムは中田翔選手に対してですね、厳しい措置を取ったにもかかわらず、でせっかくそれを移籍してね、取った巨人がいきなりね、中田さんを甘やかして試合に出すとは何事だみたいな、そういった風潮と言いますか、うん、流れだったらまだいいと思うんですけども、それをなんかすごい美談だね。さすが巨人ね、懐が深いね、もう終わりだった中田さんを救ったなんて素晴らしい巨人なんでしょう。そして中田さんも試合に出れてすごい喜んでる。なんていい話なんでしょう。やっぱり彼にとって野球ってのはすごく大事なものだったんですね。キラキラみたいな、なんかそういうねいい話で落ち着けてね、そのいい話としてね、ね、完結させていい話ではないんですよ。ね。何度も言いますけど、32歳のですよ、皆さん。32歳の子供もいる成人男性が、後輩に対して、いじりの範疇を超えた暴力を振るったんですよ。はい。で、やってる側は、それが楽しんでた、向こうも喜んでると思ってやってたんだけど、それがね、行き過ぎてしまって暴力になったわけじゃないですか。こんなもん、ただのいじめじゃないですか。ね。いじめってまさにそうじゃないですか。やってる側は楽しんでるんですよ。ね。いじめって、やってる側は、いや、向こうも楽しんでると思ってた。もう仲間で友達うちで、相手も喜んでると思ってみんなでいじってたんだけど、
けど、でも相手はもういじめられてる、辛いっていうふうに思ってたって話じゃないですか。まさにこれいじめと同じ原理なんですよ。うん。にも、そんなことをですね、30も超えてやってるやつをですね、うん。ね、反省させるために、その謹慎というね、処置を取ったわけですよ。無期限謹慎という処置を取ったくせに、結局は1週間、2週間でね、普通にね、試合で出れちゃってるわけですから、うん。でなると、やっぱり中田さんは何も変わらないと思いますよ。何も変わってない。うん。っていうふうに僕は思います。はい。まあ一応ね、今反省してるポーズは見せてるかもしれませんけど、いやー、どこまでかなって思いますよ。まあ特に大人なんて基本変わらないですかね。子供のうちっていうのは、まだですね、いい意味でも悪い意味でもいろんなものから影響を受ける年頃なんで変わっていくことできますけど、大人って基本変わんないですからね、本当に。うん。大人は、いい意味でも悪い意味でも完成されてしまってますから。はい。っていうふうに僕自身は思いました。はい。というわけで、ね、今日はこの辺で終わります。この時点ですね、ちょっとも共感してくださった方、高評価、チャンネル登録、コメントありましたら、ぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。